はい、どうも、一平が秘境です。今回紹介するのはこちら。オフィシャルシークレット70点。イギリス政府職員の女性は国家のイカ様を新聞社にリークする。監督はツォーツィやアイ・イン・ザ・スカイの南アフリカ共和国出身のギャビン・フッドです。2001年の9.11を発端にした、いわゆるイラク戦争が始まるか始まらないかの2003年の実話を元にした、ポリティカルサスペンス映画です。イラク戦争の正当性を捏造するような指示を国家から受けたけど、これっておかしくね？こんな作られた根拠をもとに、デタラメな根拠をもとに戦争って始められちゃうの？え、っていうか、何万人死んじゃうのこれみたいな、こう全人類が共通で持たなければならないはずの戦争反対っていう当たり前をねじ曲げようとする国家、ついでその戦争反対を声に出した公務員を全力で潰しにかかる国家権力との謎の戦いの始まりから結末までをこう丁寧に系列とテンポよく描いていくので、若干のね地味さはあるんですけど、最後まで大人な緊張感を持って楽しく見ることができました。特にね、裁判の焦点が面白くて、果たして国家機密を流出させた公務員は原則として悪いんだけど、その国家機密がとんでもない悪巧みだった場合どうなのよっていうか、こう悪巧みかどうかを判断する人って誰よっていうか、その判断する人って一体誰が選んでるのっていう、こう何層かあるのに、こう大きな力が働く核心に次第に迫っていく裁判の焦点、ついで着地点も面白くて、法廷物好きとしてはね、お気に入りの法廷物がまた増えたなと嬉しい気持ちになりました。ただね、この主人公みたいにちゃんとした正義感と真実に基づいて判断できる人、公務員がもっとねこの国にちゃんといたら、この終わってる国日本も少しはマシになるとは思うんですけど、三権分立も6位できないどころか、司法立法行政歪めまくりの独裁国家日本にはちょっとレベルが高すぎる題材だなとも、感じた力作ドキュメンタリー、法廷ポリティカルサスペンス映画でした。